女子グランプリ走り幅跳び決勝の結果、優勝畑すみれ柴田工業、兵庫県明石市の柴田工業所属。今大会の優勝記録は6m69ですが、追い風が2メートルを超えていましたので、2回目の6m65が大会新記録として記録されます。